ってるかな、レッドのコッカーです。ちょっとね、今日番外編として、普段私が渓流彫刻に持ってきてるグッズをね紹介しようかなと思います。顔出しね、多分私の動画内では初めてだと思うんですよね。まあ、別に顔出すのが嫌じゃなくて、こんな感じで三人称のカメラを立てるのがめんどくさいんですよね。本当そういうことやられてる方って尊敬します。渓流だとほぼほぼ大変だと思います。不可能に近いというかね。まあまあそういうこともあって、ちょっといつも顔出してないんですけども、まあグッズなんですけれども、何から紹介しようかな。まずカバンからいきましょうか。カバンね、まあ普段使ってるやつっていうのは防水バッグなんですけども、バックパック、これね別にアウトドア用っていうわけじゃなくて、バイク用なんですよ。バイクの鉱石なんかに乗せて走るから防水になってます。で、外側にポケットがついてるんで便利なんですよね。一応ね、ここ止水ファスナーになってるんで、そうそう水入ってこないと思うんですよ。はい。これが、まあ、バックパック。こういうの背負ってます。で、外にね、ジャラジャラつけてるんですけど、まあまあ、ドリンクホルダーですよね。それから、ゴミ箱のポッシュ。それからランディングネットで、あと、これがね LED のライトですね。こんな感じで、あーめっちゃ眩しいんじゃないですかね。つけちゃった。はい、これですね。これまあまあ渓流で暗くなった時用の対策ですよね。まあ、そういうのを止めるのに金びら結構いろいろ使ってますけどね。こういう、まあ便利なのはね、こういう S 字のやつね、便利なんですよね、すごく。なんで私は結構これ対応してます。で、あとは、何ぶら下がってる、こっちはこんなもんかな。あ、これ忘れてた。あれだよね、ここヘリ一応ね入ってるんですよ。 GPS 付きじゃないですけどもね、やっぱり今日みたいなとこ行くとまず人来ないんで、はい、何かあった時のために一応入ってます。それから反対側ですね。反対側は何があるかというと、まあ熊よけの鈴とか漁券関係印刷したやつですね。こんな感じであれですね、チップロックに入れて持ち歩いてます。まあ、これね、これもね結構雨には弱いんですよね。なんていうか川でこけるぐらいでは大丈夫なんだけど、あとは私喫煙者なんで、タバコを入れるための防水ケース、灰皿、それから、これも熊よけグッズになりますけどもね、これはあれですね、音鳴らすやつですね、音鳴らすやつ、はい、それとこんなもん、ここはこんなもんかな。で、ここにもぶら下がっててね、これがね、あれですね、虫よけのグッズなんですね、これ。今ね、電源入ってて、ここ、なんか回転してるんですけどもね、止めようかな。止まった。はい。まあ、こういう感じの、これね、緊張と、どっかのコラボのやつなんですけどもね。はい、ブラーだ。緊張とブラーのコラボのやつですね。それから、これも糸くず入れなんですけども、あとはあれですね、これ電池ないな、気圧とか高度とか分かるやつ、温度とか、まあそのあたりかな、ぶら下げまくってますね。あと中見ていきましょうか。じゃあちょっとカバンの中のもの出していきますね。出てきたやつから紹介しますが、これまずルアリターン2ですね。これね大活躍ですよ。これで本当ロストヘッダールアー、これ絶対買うべき。それから、あ、これはあれですよね、魚入れて映える写真撮るやつ。あんまり今年ね使えなかったんですけどね、
両肩釣った時これに入れる前に逃げられちゃったし、まあこれ、それからですね、予備のパックロッドですね、ロッドを壊れた時のための用心ですね。それからこれ防水バッグに入ってるんですけども、これあれです、あの GoPro のバッテリー入れてます。で、今日食い散らかしたゴミ、まあこれ置いときましょう。この辺も、飲み物ですかね、飲み物はやっぱり持って入らないといけないんで、もうこう飲んじゃったやつですけども、特にね夏場はやばい。あとこれも防水バッグに入れてますけど、これ貴重品入れてます、防水バッグに。であと予備のリール、それからこれはあの今使ってるリールの袋ですけども、釣れた魚持って帰るときに入れるジップロック、虫除けとか日焼け止め、であとよいしょ、まあ、こんな、バッグに小分けしてるんですけども、この中にですね、一応入ってるこれはね、これはこれだけかな、あのこれあれですよ、水を浄化するやつです、あの万が一のために入れてます、普段は使わないです。それから、まあ、ファーストエイドキットですね、まあ、うん、まあ、絆創膏とか、マキロン的なもんとか入ってるようなやつですね。あと三角巾入ってるの、これはあれですね、脱臼した時の教訓ですね。それからこれがね、あれです、ポイズンリムーバーですね、これ人気のやつだと思いますか。あとダニ取り用のやつとかもね、これペットとか用なんですけどね、本当はね。それとまあ、この辺緊急用のテントだったり、これもね、テントにできないサイズかな、これはあれですね、保温用のやつですね、羽織ったりするやつ。それと非常食、栄養感とナイフ、塩で、塩はね、これあれなんですよ、あれよ、昼引っ張がすようですね。で、まあ、こんなところかな、こんな感じはね、こっちのこれ置いとこう。でもう一個ね、袋あって、これ何、これ、あ、これあれだ、アイゼンだ、これ使ったことないんですよ実は。急な斜面登んなきゃいけない時に使うアイゼン。それとあれか、ま、マーキング用のテープと、あとあれですね、ま、ルアーマーキングしたりするためのペン、蛍光ペンですね。こんなとこですね、入ってるのは。ちょっと一旦散らかしちゃったんで片付けますね。物なくなっちゃうんでね、これ忘れて帰るんで片付けないと。まあカバンの中がね以上で終わりで、あとはね、GoPro 本体もあるんですけど、 GoPro マウント用のよく忘れるやつですね、マウント用に、これチェストマウントというかね、胸で固定するタイプなんですけども、持ってて、あとね今日は天候悪かったんでレインウェア、上だけですけどね。それと今日はね持ち歩いてないんですけれども、一応ねヘルメット持ってます。で、まあ、今日行ったところなんかもね、本当はヘルメットかぶった方がいいんですよね、正直言うと。まあ、林道歩くんですけども、林道を見てるとやっぱり落石多いん で、そういう落石余計の意味でもね、やっぱりヘルメットはあった方がいいとは思うんですけど、ちょっと横着して、はい、今日は持ち歩いてなかったです、車の中でした。で、あと、腰にぶら下げてるのがね、これ、シマノのね、モールシステム的なやつなんですよね、ここに引っ掛けて吊るせるっていう、まあ、これ、まあ、ロッドホルダーぶら下げてますけど、まあ、これ、あれですよね、足場悪いところで、まあ、作業するように、まあ、リーダー結んだりとか、
まあつけてるんですけど、まあほぼほぼ使ってないです。であとはね、これがね、一応あれですね、手袋とか一時的にぶら下げとくようなフックになってるんですよ。手袋どっか行っちゃったな。はい、こんな感じの。であと、これがね、熊撃退スプレーですね。一応持ってます。はい、でこれはね、熊用というよりはどっちかっていうと防犯用のやつなんですよね。歌い文句としてはヒグマはダメって書いてあります。ただ月のワグマならいけると。まあ、京都なんでね、月のワグマで十分なんで。でまあヒグマ撃退できるような熊スプレーってかなり強力らしいんで、あえてこれにします。射程短いんですよこれね。結構長いやつでも10メートルあるかないかじゃないかな。これ5メートルぐらいだと思うんですよ。だから使えるかどうかっていうとね、もうちょっと怖くて多分使えないと思うんですけど、まあお守りですね。であと、専用っていうわけじゃないんですよ。純正じゃないんですけど、まあ、これこのスプレー用に設計されたホルダー使ってます。でこれね、絶対ね、ケチんない方がいいホルダーで、前安いやつ使ってたんですよ。アマゾンで数百円の。そしたらね、こっからすっぽ抜けて落としちゃったスプレーだけ。スプレーめっちゃ高いんでね、結構。これ安い方なんですけども、それでも5、6000円するんで。で、あとはね、私ベストつけないんですけど、まあベスト代わりっていうかね、これ、あれですよね。フォックスファイヤーの、まあベストのポケット部分だけ取り出したようなやつなんですけど、これにルアーとかいろいろ小物を入れてます。まあ中はあれですよね、まあ入ってるもの、ライターリップ、あこれ全然釣りに関係ねえな、うん、これ多分ハサミ類ですよね。ハサミ類とかこういう金属石鹸。それから一応まあ大物釣れた時のためのメジャー、それからウェットティッシュ、それからルアーケースですね。ルアーケースめっちゃ入れてるでしょ。でこれがね、私すごくてね、ルアーケース実はあと2個持ってます持ち歩いてます。まあ、手数が多い方がね、まあ、後悔しないっていう理由で持ち歩いてるんですけども、まあ、普通こんなにいらないっていうか、使わないです。まあ、今日はね、ルアー使った方なんだけど、それでも4個か5個だと思うんですよ、ね。うん。普通使わないんで。で、あとは、緊急用の簡易の、100均のやつですけどね、レインコート、ポンチョタイプ。それからあんまり使わないけど水温計、それから何あるかな、あラインカッター、これね面白いやつね、これラインカッターなんですよ。で、普段使ってるラインカッターとかはこれに全部ブラブラ、ぶら下げてます。メジャーもついてて、いろんなもんついてますけど、こんな感じで。であとは、スナップとかリーダー関係ですかね。で、これラインあれですね、こう巻き取ってゴミになったやつね、巻き取るやつですけど、これは重宝してます。あと笛、それとフォーセップとかね、まあリリーサーとして使ってますけどね。まあ、そんなところがこのフォックスファイヤーのに入ってます。まあ、こんなもんですかね、普段持ち歩いてる。あっ、もんって今はね、多分こんなもん。あとはまあ持ち歩かないけど車に入れてるけども、クーラーボックス、ソフトタイプのやついつも持ってきてます。まあ釣れた魚持って帰ることもあるんで、そういう準備はしてます。で結構ね、持ち歩いてるものの量としては多分多い方だと思うんですよね。で、まあできればね、本当は軽量で入った方が疲れないんでね、いいんですけども、まあまあ、ちょっと
私の場合はなんか物が増えてこんなことになっちゃってると。で、あとはね、持ってるものとしてはこれか、大事なやつこれですよ。タリスマン、ご存知ですか？ YouTuber の横江門さんが作られてるやつですね。でこれ便利なんですよ。フックキーパーにもなる。ここにフックかけて、で、そもそもお守りなんで、これね、真面目な話ね、これなかったらね、多分今年の兆候全部坊主ですよ。なんでこれはもう絶対忘れちゃいけないやつなんで、竿を忘れても忘れる、竿忘れたら対にならないかまあまあ、こういうのいつも持ってます。まあこんなとこですね。で道具はね、やっぱりさっきのロッドキーパーもそうですけども、あれ多分もう使わないから外すような気もするんですけども、やっぱりいろいろ失敗して試行錯誤してます。なんでまあもうシーズン終わりでね、この時期にグッズ紹介されてもって思われる方もいるかとは思うんですけども、まあこれからまあ来シーズンにかけて道具揃える参考にしていただければ。逆に在庫もね安定しますし、人気すぎて品薄ってこともないと思うんで、このシーズンであれば、はい、まあいろいろグッズ探して来年の兆候に、備えていくといいと思います。はい、私もねまあ多分いろいろ買うと思います。はい、まあ、それではご視聴ありがとうございました。次回の動画はね、多分兆候動画になると思いますのでお楽しみに。